昭和文化とは、昭和天皇が在位した、時代12月25日昭和64年1月7日に開花した文化を指す。昭和天皇即位12月25日から第二次、世界大戦の終結8月15日までを指す。大都市では、近代的な市民文化が定着し始めるが、1930年代後半、特に日中戦争以降次第に、 軍国主義的な要素が濃くなっていく。第二次世界大戦終結からサンフランシスコ平和条約発効に伴うイギリス軍、アメリカ軍をはじめとする連合国軍、占領終了までの戦後混乱期、戦後復興期、GHQ の元民主化が進められる。政治や社会の混乱の中で戦後復興が進められた。サンフランシスコ平和条約発効による独立回復から、 東京オリンピックまで、庶民生活にも豊かさが流れ込み、高度経済成長が始まる。おおむね東京オリンピックからプラザ合意までを指す。高度経済成長によってもたらされた消費文化が広く行き渡り、一億総中流と呼ばれた時期である。サザエさんのほか、ドラえもん、チビマルコちゃんなど、戦後の日本を維持しているとされるアニメーションは、この時期を舞台にしている。 昭和元年代の事物及び昭和10年代の事物については昭和モダン事物を参照のこと昭和20年代昭和30年代廃止された昭和53年当時の京都市伝昭和30年代から40年代にかけて広く使われたがその後に代替となるものが開発されたり社会事情の変化で不要になったりして廃れていったもの廃れていきつつあるものが対象となる 昭和40年代シークレットボール昭和50年代昭和60年代昭和60年昭和64年1月7日バブル景気も参考とするプロデューサー巻き襟立て昭和元年代の人物及び昭和10年代の人物については昭和モダン人物を参照のこと昭和20年代昭和30年代昭和40年代昭和50年代昭和60年代 昭和元年代及び昭和10年代を舞台に後年に創作、執筆、制作された娯楽作品については昭和モダン昭和モダンを扱った作品も参照のこと。現実世界の昭和は64年で終了しているが、創作作品には64年以降も昭和が存続しているという設定のものも存在している。これには純粋な昭和文化以外に、 現実世界とは別のパラレルワールドを示すことを意図した場合もある。また、トップを狙え、や、プロジェクト、ブルーチ QSOS、20世紀少年など、劇中で昭和の言語をこそ使用されていないものの、昭和文化を感じさせる未来世界を描いた作品も存在している。レトロフューチャーも参照。ありがとうございます。